はい、どうも、ガジュンカイです。今回は俺が今年超おすすめする最新のピック、三上ピックっていうのを紹介していこうと思って。そう、かねてより俺のね、リスナーさんでもある三上さんね、タイトルのこの代物の、名前の由来にもなっている三上さんという方が、今回今年の新春キャンペーンで、俺にもこうピックの、まあ、サンプル的なものをね、こう送ってもらって、それがもうめちゃくちゃ素晴らしいピックでこれが、感動して、まあ、ぜひ、俺のチャンネルも取り上げさせてくださいということで、今回紹介させてもらってるんだけども、そうそうそう。まあ、このコンセプトとして、まあ、見た目でわかるように普通のトライアングルのピックになってるんだけども、まあ、至るところにこう秘密だとか、かなり本当に三上さんがかなり本当プレイヤー目線っていうところにこう重きを置いてこう作られてるピックで、本当にそれが、素晴らしいなと思って、そうそう、まあ一個ずつポイントをねこう上げて紹介していくんだけど、そう、まず最初に、まあ普通のトライアングル型のピックにこう見えると思うんだけど、今ねこう画像が出てると思うんだけど、実は若干この真ん中部分かな、このまあ頂点に対してこの真ん中あたりがくびれてるんだよね。そう、これがどういうことかっていうと、三上さんのそのツイッターのそのこのピックの説明の方にもあるんだけども、やっぱりこう、トライアングル型、そう、俺もこの実際普段使ったりすることがあんまりなくて、そうっていうのはその理由として、早い引き、早いものを引くときにこうね、今ここにこう、まあ、プレイテックのやつがあるんだけども、かなりこの先端部分がとんがってたとしてもこう緩やかになっちゃうんだね、トライアングル型って。そのせいでこう緩やかになってると、振り抜きが甘くなっちゃうのよ。まあ以前のよくね、俺が動画でこうピックを選ぶ際の大事な観点として取り上げているところなんだけども、それがあってトライアングル型俺は結構避けていたんだけども、そう、ただやっぱりストロークをする時とかの、まあグリップ感っていうのかな、しっかりこう親指でこう触れてることによって指紋がしっかり働いて、滑り止まるっていう、そう、ここに関してやっぱりこう優秀でトライアングル型、それを、三上さんはこのピックでこう両立させたっていうことをこう、明言されて、そう、まあ要するにこうね、まあ、ちゃんとこうね、照らし合わせると分かるんだけど、そう、先端部分がそうちょうどね、ティアドロップ、そう、ジャズ3と全く同じようなシェイプになってるんだっけ、そう、そのためにちょっと若干くびれてると、そう、そう、それもあって、それプラストライアングル、まあ3点があって長持ちするっていうところ、そうそう。でピックの厚さ的には 1.45mm っていう感じ、そう、俺が普段メイン使ってるのが 1.5mm、そうで、このねよくね使える藤岡先生のも使ってるピックが 1.、 これが確か38だったかなっていうところで、まあ、かなり厚めにはなってる設計かな、そうそうそう。で材質がねこうナイロンでできてるらしくて、そうそうそう、で最初持った時にナイロン感が全然なくて、っていうのもなんかね結構その普通に滑り止まる、材質できるなと思って、でこう三上さんにこう問い合わせた結果、そう、意外とナイロンできるんですよ、と思ってびっくりして、そうで、まあ、ナイロンなのにしっかりこう、まあ、指にフィットする、そう、滑り止まってるその内訳としては、研磨してるらしくて、そうそう、研磨した上に計算された、滑り止めの加工、これがうまくこう相まってこう滑り止まってて、そう、これがね本当に素晴らしくて、そうそう。でやっぱ三角ピックは結構俺も避けてきたのよ、やっぱりこの緩やかになっちゃうって言った点、そう、ここに対してやっぱこうもう先端の形状は完全にこうジャズ3と弾いてる感覚が全く同じで、なおかつ、こう3点頂点があってすごくこう長持ちもすると、でグリップ感も相まっても、まあどんぶり感情で持てるっていうのがあって、だから本当にこう、ティアドロップの良さと、三角ピック、おにぎり型だよねの良さっていうのをハイブリッドさせたプレイヤー目線のピックになってるなと思って、そう、非常にこうね素晴らしいピックだと思ってます。はい、で使っていく感じ、かなり急角度、それこそこの、タイトルになると思うけど、垂直の屈伸ピッキングにも俺は耐えれるなっていう風に感じて、そうそう、かなり角度がついた屈伸ピッキングに関しては本当にこう多少、硬い素材プラス先端の形状と、シェイプの形が結構かなり要求されるんだけど、それは本当にこれこのピックが満たしてくれてて、全然こう屈伸、俺的にはもう屈伸ピッキングと本当にこうベストマッチというか超親和性があるなっていう風に感じだ、そうそう。でやっぱりね、このこういう個人工房系のピックで俺が一番懸念として感じてるところが、高くついちゃうってとこなんだよね。そう、例えばこの辺にね今俺も持ってんだけど、グラビティピックみたいな、そういうこうアクリル系のピックに関しては、まあアクリル素材できるってもあるし、まあこれ1個で1200円とかしたりするんだよ、そうそう、すんごい高いんだよね、消耗品のくせに。なんだけどこの三上ビッグに関しては200円っていうところで落ち着いてて、その値段設定がほんと素晴らしいなと思って、そうそう。でしかも耐久力も結構えぐくて、まあ、結構ねもう送っていただいてからかなりこう引き込んでるんだけども、全然こう減る気配がなくて、しっかりこうスタミナ、持久力もあるピックだなっていう風にこう評価させてもらってますと、
いう感じでござるかね。そうそうそう、まあ、やっぱり最近のこういう個人工房系のピックはアクリルみたいのが流行りだったけども、まあ打って変わってナイロンで結構普通にこうまあ馴染みのある素材っていうところで、素材材質的にも全然こう嫌なトーンが出なくて、そう本当にだからかなりこうレベルの高い日本人気質というか、うん、すごくこういろんな観点でこう計算されてるピックだなと思って感動しました。はい、正直。はい、で、もちろん、リンクね、ここに切るベースかな、そうベースの、三上さんのリンクについては、あとツイッターの方もね、こう概要欄に貼ってるのでぜひチェックしてもらって、一緒にね、クッシンピッキング今年はこのピックでこう遊んでいこうと思うから、そうそう、まあ、あともう一回ぜひこうチェックしていただければというふうに思います。はい、またなんかね、このピックに関してこう配信とかでこうね、さらに見解が深まったらこう共有していくし、あとまあ相方の田本にも引いてもらって、まあ、いろんなこう角度から、このピックについてこうもっと深掘りして、そうそうそう、そんな感じかな。じゃあまた次の動画と配信と、ぜひ概要欄の方チェックしてもらってっていう感じですかね。はい、それではさよなら。